ルー・カステルは、コロンビアの俳優。スウェーデン人の父親とアイルランド人の母親の息子であるカステルは、父親が外交官として働いていた、コロンビアのボゴタで、ウルブ・クワルゼルとして生まれた。彼と彼の双子の兄弟は、カルタ・ヘナで育った。カステルが6歳の時、両親が別居。彼は母親に続いて、ヨーロッパに行き、ジャマイカ、ブルックリン、ジュネーブ、パリ、 スウェーデンに暮らし、ローマに移住した。幼い頃から演技に興味を持っていた。彼は、イタリア国立映画実験センターに通うもすぐに、退学した。デビュー作は、山猫のクレジットされていないエキストラ。1965年、マルコベロッキオの長編監督デビュー作品、ポケットの中の握りしに主演。1966年、ダミアーノダミアーニ監督作マカロニウエスタン。 軍島公野を作に出演。1972年極左戦闘により、イタリアを追放、スウェーデンに強制送還され、1990年代初頭に、フランスに定住した。1993年、フィリップ・ガレル監督、愛の誕生に出演。1996年、オリビエ・アサイヤス監督、イルマ・ベップに出演した。ありがとうございます。